元乃木坂46の松村沙友理が9日放送のテレビ東京系バラエティ番組、あちこちオードリー、毎週水曜夜11時6分に出演。自身の大食いエピソードについて語った、松村沙友理、食いしん坊が変えてしまったケータリングルール。今回の放送で松村は、自身の大食いエピソードについてトークを展開。地方ライブのケータリングは楽しみの一つのようで、ご当地のケータリングが出るんですよと笑顔に。仙台では牛タン屋さんが来ていて、その牛タンが大好きなので何回も食べ物を取りに行ったら足りないってなってと松村が何度も行き来しているうちに食材不足となり、原因が自分だと発覚しそうにもなったことも、言えないで隠してたら次の年からチケット制になったと、自身の食いしん坊がシステムまで変える結果になってしまったのだという。しかし、ここでも松村の食欲は収まらず、メンバーの中に牛タンが苦手な子がいて、みんな私にくれるんですよ、さゆりちゃん食べて、ってと語り、10枚ほどのチケットを手にしたと松村。そうしたら10皿食べるじゃないですかと嬉しい悲鳴だったものの、最終的にはそれもバレて、次の年名前入りになったと、さらなる対策が取られたことを笑いながら語った。松村沙友理ライブの途中も食べます。松村の食に対するこだわりはライブ中も健在、ライブの途中も食べますと3曲くらい出ない時があるので、楽屋戻って牛タン食べてと休みの間に好物を食べることは珍しくないのだとか、ライブで煽りがあるんですけど、ファンの近くに行った時にこいつ食べたなってバレたことがありますと、食べ物の匂いを漂わせてしまったことがあるようで、ファンからこうやってジェスチャーでやられてと指摘されたことも笑いながら明かしていた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.